名古屋をドーンとアップデート、学者の名古屋アップデーターズの倉橋学がですね、名もない日この映画のロケ地を巡っているんですけれども、最強のゲスト矢野清美さんです。全然最小です無敵でございます。ぜひともこの胸元にでもですね、はい、寄っていただくと無敵とありますけど、はい、まさに無敵であり奇跡の連続を起こす清美さんですね。はい、今ちょっとバスが通って聞こえづらいかもしれないんですけども、こういった熱田神宮の、はい、前なのでね、車も通っておりますが、見てください、はい、キングマイ商店街です。ここも大切なシーンの一つなんですね。清美さん、はい、ちょうど今雨降ってますが、ス、はい、ーッと雨が降ってきて、ここにこうかけて入るんですよね。おはようございます。で、この商店街に帰った後ですね、主人公の達也と明美は今井美樹さんですね。で、ここに商店街かけて帰ってきて、後ろへバーンとなって、そこで素敵なシーンがあって、このシーンでやっぱり僕思ったんですけど、少しじゃあ近づいてきていただきまして、思ったのはですね、この映画いろんなテーマがあると思うんですが、時間もあるなって思ったんです。で、やっぱりこの市民の明美も学生の頃に大切な人をちょっと失ったという過去があるということ、まあ筋書きのところにも書いてありますけど、そこで時間が止まっちゃったじゃないですか。やっぱりこう人って大切な方を失うとか、自分が何かこうやり残したことを時間とともにこう止めてしまうところがありますよね。なんか多分この今コロナの影響もそうですし、震災もそうですし、つい先日は大雨でもそうですが、やっぱりこの命に何か大きな関わりがあると時間が止まってしまう、そういう方に対する応援メッセージでもあるなと思ったんですよね。うん、そういうことがない人っていうのはきっといないと思う。だからこの映画はきっと誰が見ても何ですかね、人によって元気が出るとか温かいとか、いや重たいとかいろいろ言われると思うんですけど、自分がどの段階にいるかでなんですけどね。でもとても切ない、切なさを感じるから、それはみんなきっと同じ思いを知ってるからですよね。そうですね、お客さんもお母様のことがある、例えばみんなそれぞれにね、それがご家族だったり愛おしい、好きな人だったりとかね、その思いが止まるっていうのは、そこから抜け出せない、抜け出せない苦しさもあるね、難しいね。でもその時に ね、この映画があるってすごいと思う。私昔どうしても抜け出せない、大変仲良しの子が自分で亡くなったんですけど、天国に行ったり書を書いたりいろんなことしたんですけど、ビブ・メンダースの映画があって、はい、それをもう何十回見たの、でもうきっとそうだって思いながら見た。でもこの映画で皆さん、きっとね、そうですね、その時間が止まっていたり、その時のことをやっぱりね思うことで、辛いこともこれは温かく、大事に向き合うことだよっていうことを、向き合ってていいんだよって忘れなくていいし、思うことで抱きしめることでそれで生きていけるよっていうね、そんなことを教えてくれますね。そうですね、本当にそれをエールに捉えたり、ダイレクトに力に変えたり、また今まで気づかなかったことを思い起こすいいきっかけになると思うんですよね、この映画は。ぜひ皆さんに見ていただきたいんですけども、まずはですね、この名古屋や、はい、四日市のコンビナートも映っているので、つい先日行かれましたもんね。そういったエリアの方々には特に親近感の枠、自分ごとにしやすい映画作品になっていると思います。ちなみに矢野清美さんも
今この熱田区役所のすぐ目の前ですけども、はいはい、ずっと住んでらっしゃいますもんね。そうですね、はい、もう三十数年あの名古屋の熱田区に住んで、私は中区から港区に行って熱田区に来るというです、ね、全部下町。あ、本当ですね、うん、だからあのあれだよ、はい、東区とか千種区とか行くと、はい、なんか着替えなきゃとかちょっと緊張したりなんかするんですけど、はい、この下町にずっといるんですが、やっぱね、あの監督が熱田区で住まわれてたっていう、うん、でこの熱田区で堀川 で、はいはい、でやはりこの街を散策しながらこう歩きながら自分でもこう向き合っていくわけじゃないですか、はい、で昔の思いも今の思いもでね、もしかしたらこれ熱田区じゃなくてももちろんどこの場所でもきっといいのかもしれない、うん、でも監督はここじゃなきゃいけなかったと思うんです ね、 東京じゃなくね、神田川じゃなくて堀川じゃなきゃいけないって、はい、だけどそのみんなどこにいてもきっと思いは同じ、うん、ただ私たちは熱田区とか、はい、その遠藤寺とか後藤、はい、橋とかその四日市小宮とか出てくるから、はい、あの次から次にロケ地巡りをしているわけですだってすごいよ、はい、だって大好きな大事な映画の、うん、そのロケ地に行けるんだもん、ね、そうですよね、ここに生まれてきたみたいな、永瀬正敏さん、そうですそうですそうです、ね、はい、すごいことなんですよ。それは楽しんでいいよね。そうですね、あのぜひ楽しんでいただきたいですし、はい、あの僕自身もあの監督と一緒にあの巡って、はい、あの特別な思いになりましたし、はい、まずはあの映画作品見ていただけるとですね、はい、その作品の素晴らしさ、先ほどのあの命もそうですし時間もそうですし、自分の成り立ちっていうものを見るいいきっかけになると思うので、ぜひ見てください。映画名もない日です。